ですけども、まあ、結構新しくできた、マカティ、マニラの、結構あれですね、空港から遠くない場所ですね、まあ、マカティがすぐってところですけども、まあ、住みやすさについてご質問いただいてますね。まあ、住み心地とか住みやすさでいうと、まあ、フィリピンの中でも随一だなと思いますね。で、まあ、なんでかというと、やっぱり治安の良さですね。やっぱりそれなりにお金持ってるフィリピン人とか、あと外国人しかいないので、まあ、治安が自然に良くなると。あとは、まあ、全てその中で完結するぐらい便利になってることですよね。まあ、もちろんモールが近くにあったりとか、コンドミニアムの下にいろんなお店があったりとか、カフェとかレストランとかスパとかですね、銀行とか、まあ、全てあるっていう感じですよね。なので、まあ、いいのかなと。まあ、家賃はですね、日本の東京と同じぐらい高くなってきますね。東京の中でもちろん場所によるんですけど、港区とかと比べるものにならないんですけども、でもやっぱりフィリピンではとんでもなく高いかなと思います。その分、まあ、治安を優先する方にはいいかなと思います。フォートボニファシオですね、マンション買いたいという方からの、ご質問ですね。いくらぐらいなんです